ではここで今月のゲストをご紹介しましょう。芸能活動やライブ活動、三線教室も開かれており、ゆいゆいシスターズでおなじみの山川真由美さんです。真由美さん、本日が最終回となりますが、よろしくお願いします。はい、あっという間でした、ね。はい、1ヶ月で3キロ落ちて、はい、ね、代謝がね、こう良くなって顔色もね、明るくなった、はい、ということなんですが、うん、本当にもう周りからちょっと最近では本当に、うん、まあ、山川さんどうしましたとか、顔色良くなってないとか化粧品変えたとか言ってよく言われるんですね。で、子供たちからはこうやってウエストをガシッと掴まれて、うん、あれ先生、この辺のお肉はとか言ってちょっと太ってるからの私をよく知ってるので、子供たちはあれ、ここすっきりしたとか言いながら、本当にあの体にいい感じになってきてますね。こう周りからこういう風に言われると、あのますますね、頑張ろうって気になりますよ。本当にすごくテンションが上がって、私自身も嬉しくて、もうなんかずっと笑ってますもっと言って、もっと言ってとか言もっと褒めて褒めてって、ね、はい、そんないつもね、笑顔印、ね、元気印の山川真由美さんなんですが、はい、ね、これからの真由美さんの夢を伺いたいんですが、はい、今あの島唄少女展っていう子どもたちを、うん、うちの与那原の方で教室を開いてまして、そこで通ってきている子どもたちを集めたグループなんですが、うん、はい、そこでこの子どもたちを昨年の4月7日にデビューしたんですが、はい、この先もですね、この子どもたちがずっとずっと輝いていけるように、いろんな舞台を出て、あのいろんな経験をできるように、私自身いろんなところに行って、この子たちを舞台に出していきたいなっていう、もう育成をしていきたいっていうのが私のずっと夢だったので、これから先もですね、この子たちがずっと輝いていけるように、もちろん山川真美もゆいシスターズもやりながら、あのぜひうちのメンバー、ゆいシスターズのメンバーと共に、あの一緒にやりながら、また子どもたちの育成を常に頑張っていきたいなっていう、もう夢が膨らんでますね、毎日。そうなんですか。はい、真由美さんね、いつもね、笑顔で、はい、もう優しさいっぱいっていう感じのね、印象なんです。本当ですか。いや、もうこれ子供たちが聞いたらびっくりすると思います。そんなことない、真由美先生、めっちゃいつも怒ってるとかっていうイメージがあるかもしれないです。稽古場では結構厳しかったですね。そうなんです。私稽古の時はすごく厳しくしてて、子供たちにすごく親御さんたちも、あ、かわいそうって思ってるかもしれないですがもうお母さんお父さんがいようが厳しくあの指導してて、でも本当にスイッチがオフになればスキンシップをいっぱいいっぱいして、もう抱きしめたり抱っこしたりとかっていう、本当に家族みたいにあの子育てもしながらっていう感じでやってます。あ、そうですか。はい、やはりね、オンとオフ、そういうメリハリもつけながらということなんですね。そうですね。そう、あの山川真美さんのね、お師匠さんの上杉裕光先生もね、たくさんのお弟子さんがいらっしゃいますよね。そうですね。うちの先生、裕光先生は300名ぐらいのね、もう大所帯なので会員がすごく多いので、うちの先生自身も本当に育成者なんですね。指導者としても本当にピカイチなので、私もああいう先生になりたいなっていうのがずっと小さい時からの、もう三線を始めた時からの夢だったので、まさか私がまたこうやって子どもたちを育成してるっていうのが本当に夢みたいですね。まあ、約20年前のね、このゆいゆいで全国デビューを果たして、はい、その時まだ16歳でした。16歳でしょ、うん、それからまたね、3人のお母さんになって、はい、また再びこうステージに、ね、はい、登場されて活躍されてる真由美さんですけども、はい、やはりね、あのその今後もね、活躍していくためにはやっぱ健康でなければね。そうですね、常に笑顔であって、うん、またそして健康で、体がね、健康でないとやっぱりどうしても三線も弾けないと思うので、今回本当にサラシアの力を飲んで、私自身も本当に元気、すっきり、体が本当にすっきりとした感じになってきてるので、もう本当にサラシアの力を借りてる感じがします。ああ、そうですか。はい、もう朝もなんか起きやすくなったっていうお話されてましたね。そうですね、本当にあの朝すごいいつもダラダラとしてたんですけど、それがパタッと起きるようになったので、すごい体が軽いのがまず感じたのと、本当にね、あのポカポカと暖かくなってきたので、体自身がすごい顔色もいいし、本当に
あのサラシアの力を借りてるなって感じがしますね。じゃあ今後ね、はい、まゆみさんの夢をこう実現するためにも、はい、やっぱり健康で、健康で美しくあってと、ね、いつも綺麗に見られたいので、ね、はい、じゃあこれからもサラシアの力召し上がってくださいね。はい、もう力を借りて元気になります。はい、今月にわたって本当にありがとうございました。はい、もうありがとうございました。お世話になりました。はい。すいません、お世話になりました。余計でしたね、ごめんなさい。いいかな、大丈夫かな、どうしますか。お世話になっちゃったお世話になっちゃった、ちょっと不自然です、不自然ですね、ごめんなさい。切ってもらって切れば、じゃあもう一回またつながる可能性があるんで、そうですお世話、区切っちゃったねえ、まゆみさんの今後の活躍も本当に楽しみですね。はい、はい、頑張ります。もうこれからはね、健康で、うん、そして笑顔で、もう常に美しく見られたいので、もう本当にサラシアの力を借りて元気に頑張っていきます。はい、はい、あの今月にわたって本当にありがとうございました。ありがとうございました。では時間まで山川まゆみさんの歌声をお届けしたいと思います。ではまゆみさん、曲紹介お願いします。はい、島唄少女天の子供たちと一緒に歌っています。元気いっぱいの賑やかな曲です。冷やみ勝ち節です。ありがとうございました。緊張した、ありがとうございます。さすがださすがだ、巻き汗をちょっと確認する。